ツールドフランスの初戦で起きた大規模クラッシュ事故を引き起こし逃亡していたプラカードの女が30日地元警察によって逮捕されました。女はレース中にプラカードを掲げていたところドイツチームの選手と接触し多数の負傷者を出す最悪の事故を引き起こし現場から逃走していました。自ら警察署に出頭したようです。逮捕された女には罰金の他に 訴える意向を示している主催者や、負傷した選手からの賠償金請求も考えられ、骨折によりレース続行不可能となった選手は、原因となった女を訴える考えを示しています。他にも多数の負傷者が出ていることから民事的な、賠償請求は相当な額になるでしょう。一方で、初日に起きた2つの事故の他に、第3ステージでも事故が起きていることから、 大会主催者側のゴール付近での安全対策や沿道の警備に対する問題の指摘もあり、選手らがレース中に抗議の意思を示すなどしている。問題のプラカード女も容易に車道に出ることができたようで、訴訟となればそのあたりが争点になるかもしれません。 thank you